お、さあようやくメルベは来たんですが、どうでしょうか。星座の力。さあ残念ながらアンデッドは引けてない。ただ B さんで燃やせるんですけど、あんまりね調子乗ると暴れてくるんで、 A の4でだいたい十字架に B さんは取ってくるからね。さすがにね強すぎだからね。だから落ち着いて暴れずに、まあ、どうどうどうってやって、D の1にハイサラ打って2枚燃やした方がおっといいかもしれなかったんですが、間方ちょっと警戒してあれですね、十字架に警戒で仕打ちか。なるほど、ブランジェツタかな。ブランジェッタ置いて X 置いてなんちゃらかんちゃらか。ただあんまりアンデッド遅れると先にねちょっと S ゴマバンバン打たれて終わるんでね。トヨさん、エンデガって条件ありましたっけ。エンデガは条件ないんですけど、このデッキ自体に条件がありますね。竜ゴマ10枚とマゴマを6枚入れなくちゃいけないんで、神ゴマ入る余地ないんですよね。さあ、まあ、ここはハイサラ一旦置く。 X 打ってって、でそろそろちょっとアンデッド置かないと、やばいよと。毒飛んできますよと。いや正直さっき毒置いても、あ、毒ってかアンデッド置いてよかったかな。ブランジェッタのところね。死を望むか。まあこれはフォーティア打ちますかね。ワンチャンね、相手の方これ B の位置に打ってきて暴れてくるもあるんで、そこだけ注意よと。さあ燃やしてって、そして歌予算ね、こんばんは、初コメントあります。読み方合ってますかね。銀四郎もねありだと思うんですけど、ちょっと手駒重くなりそうですね。火炎キャラとアンデッドキャラ、まあタイミングで見たいんで、ちょっと怖いかなっていう。レオノーラ様に勝利を持ち帰ります。さすがにアンデッド置くか。さあどこにアンデッド置いていくかなんですが、まあ、リリアスは取るか。ぬちゃんさんこんばんは。あ、リッチワーク遠野もまあありですけど、今日はちょっとマデッキを見てるんで、まあ、マデッキもね全く特殊出さないわけじゃないんで。さあそれは反転術式によって、反転するんですけど、相手の方はねちょっともうアンデッド取りに行きたいっていう感じか。いいサンプルになってくれ。ですがもう一枚実はアンデッドいるんで、まあ、取りたければラーには差し上げます。でラーに取ると一応スキマスイッチに A の2にアベル刺せば4枚燃やしかな。ロックか、まあ、今のところアベルですね。まあ、若干吸収反転するけど、さすがにアンデッド強えよと。おベルーが来るが、まあ、これスキマスイッチいきましょう。ヨヨさんこんばんは、いつもありがとうございます。さあ燃やしてって、さあもう一丁ね、このイグナーツコンボあるんですが、まあ、ちょっと痛いけど、おっとサタン入ってた、それは強いの。まあ、確かに強いんですが召喚してしまったんで、めっちゃ燃えますよと。で外周もねかなり多いから、ベルーガ置いて勝ちた。おなるほど、こっちも来たか。まあでもこれは多分ベルーガの方が強いかな。行きましょう。逃がさないよ、このチャンスは逃さないよ。よし、いいね。アンデッドうまく使っていく。苦しめてあげる。さあメルベとマッチングしましたが、さすがにどうだったかなこれ。まあ、マジでアンデッド引けるかどうか。まあ、このデッキアンデッドが中心ですからね。まあ、今日そこそこ調子いいかな。まあ、対面もなんかあんまりマデッキマッチングしないけど、なんかうまく勝ててますね。
まあ普通に打ってって、まあ、ベレーがね強いけどね、ちょっとメルベはまあ外周よりかはインサイドなんで、正直駒投げが強すぎて自分も洗脳されてますね。さあ考えてますね。まあまあまあ一旦普通ね。で次とかちょっと X 打ちきそうなんで早めに編んでっておくか。多分 X にフェルグとか打ってくるのかな。これ X 来るとね、ここで編んでっておかないと起きづらいんで、多分削られて死ぬからここでもう起きますだよね。まあそうやって暴れてくるんですわ。リリアス先生なんだが、ダブコンはきついか、さすがにね。川島くんやってってどうなんだ、これ。コンボ使ってきそうまであるか？かわすでしょ？囲ってコンボ食らって、まあ、しゃあねえか。で、D の2来て、D の1に十字架に置きたいんですけど、ダブコンプラス若干反転すんだよな。いや、どうくんだろう。十字架に刺したいけど、アンデッドなんですよね。これね。お、一回ロック。これ、時間潰してきたな。楽にしたまえ。ここの灰皿、ちょっと痛いか、実は。燃やせないね。かといって、他の手を打つのはどうだろう。微妙だな。まあ、しゃあねえか、灰皿ちょっと打って。多分これ相手はオーラ釣りを狙っていたと思うんですけど、これ灰皿釣りも結局なんかオーラ釣りの、まあ、なんか似た人なんで。まあ、駒を貯めさせつつっていうのもあるのか。こっちのキャラ駒ですからね。リリアスは。まあ、軽く伸ばして。いや、ちょっと苦しいか、これ。実は。サスタ入ってた。暗黒をしばくサスタね。いや、きちいな。外周全然いねえわ。さあ、一旦反転するんですけど。おぉ、キュポか。いや、ちょっと暴れてくるね、これ。とりあえずね。サスタ絶対取るんですけど、こっからアンデッド切れたから、もう毒使ってくるよね。まあ、これもね、もうバシバシコンボだね。とにかく。とにかくコンボ。ここアンデッドつなげられたらでかかったけどな、さすがにそこまで引けなかったね。あ、冷静かこれ、実は。冷静に打ってくる？燃えるから C の1ちょっと打ちづらそうだけどね。雰囲気は D の2。暴れ打ち。おっと、しかしもうそっちですか。まあ十分かそれで。次リリアスコンボをね、いけるもんね。で、リリアスコンボ開けないようにするとなると、まあ、変置きが効かないから、いまいちってことか。なるほど。6000、結構 HP あるけどな。まあ、ここしかないね。さあ、極炎ぶち込んどいて、ハルマルとメルベと、サタン、あ、サスタともう一枚か。まあ、いやー、多分、村正かフェルグだと思うんですけど、ファウストは耐えますね。OKOK。さあ、耐えてって、で、替えもね、入ってるんで、ま、さすがに、勝ちかな？他の替えもぶち込んでって、うん。ま、ちょっとね、有利タイムではあったけど、とはいえ、危なかったね。さあ、ギリ勝ちと。OK！ さあ、役満、阻止しました。ダブル役満ね。マリューのギード版と、マリューのアンチヒール。なるほど。もっと増やしてほしいと。ただ、マリューのアンチヒールいるよね。マリューアンチはね、ベノバジだっけ？確か。すでに、いますよね。ミーザは、期間、ゲン。あ、まあそう、あ、そうか、ミーザか。ベノバジではあれか、戦撃のやつか。さあ、早めのアンチか。
ミンサスね、魔竜の、あれは、アンチヒールは。まあ、こっちも一応アンデッド置いとくか。JJJ さん、なんでフルフレア使わないんですか？枠がないっていうのと、こっちのアンデッドと相性悪いからっすね。お、ん？これ、ブランジェッタは？間に合うのか？楽にしたまえ。まあ、グノってってどうなるか。ギリ毒間に合わねえか。一旦だけ回復できんのかな。お、アルファさんこんばんは。私事ですが、本日、あ、ようやくね、初フェリア、おめでとうございます。お、いいね。ここのアベルはマジで最強。と言って、差し支えないよと。一旦分だけあれか、回収できるか。でかいね。SP さん、そうですね、エンデガはね、条件的に無理っすね。入んないっすわ。さ、ピエン。ピエンしてきた？お、結構アンデッド効いてるね。意外と毒多いか。まあ、でも魔獣だからね、そこそこ毒いるよね。いや、次もアンデッド欲し、アンデッド欲しいな。さすがにか。死を望むか。ここはフォーティアかな。どっちフォーティアかな。さすがにメイクレア取るか。ちょっと燃やすんだったらメイクレア残しなんすけど。まあ、強気に行くか、それで。トヨさん、リッチの枠外してエンデガの方が良くないですか。エンデガ入んないっすね。デッキ条件合わないんで。知るかよ、そんなの。エンデガ入るんだったらさすがに入れますわ。さあ、ここは毒をね、受けてしまうんだが、まあ、火炎だけぶっ刺しといて。お、いいね。ここのティポーナイス。タイミングバッチリ。まあ、よりベストはね、B の6のタイミングで、ティポーだったんですが、これやってって。まあ、これはさすがに勝ったかな。まあ、リアンツィールとか打たれても、まあ、回復間に合わないと思うんで。まあ、ユナツね、いるしね。もう、フォートナイト、3コマは。うん。まあ、ルラね、打ってこられるんですけど、これ4枚増したんで、さすがに強えよと。いや、そこのアベルマジで強いね。最強だわ。夏で。対戦、明日。よし。ほう。あんまなんかゴリゴリのマデッキマッチングしたいね。お、いいね。先手はちょっと微妙だけど。初手ベルグイカチーよと。さあ、しかしこれ、あれだな。シアンリーダーは X 行くのかどうするのか。まあ、X 行くか。相手もね、やっぱこっちそこそこ火炎いるんで、まあ、燃やせるっちゃ燃やせますね。楽にしたまえ。グノーですか。ブランジェタ X 置いときましょう。意外と取りづらいんでね。世界のワドルディさんこんばんは。今日もね、ちょっと進化真空ぶち込んだ、デッキやってます。さあ、グノーが来るんですかどうなんですかっていうね。川島君、じゃあまた、またあ、そうか。今日、だいぶ HP 上がってるから、こんなにあるんだ。そうか、じゃあさっきの人も、あれか、別に S ゴマ全部神じゃねえのか。まあ、なるなる置いといて。そうか、今日補正ありましたね、そういえば。マゴマががっちり上がってますよと。さあ、かなり、考えてますけど、おお、そこで、なるほど、無理やりか。まあ、こっちのコンボそんなに怖くないっていう主張かな。アンデッド早いな。ここちょっと早いけど、テュポンかな。いや、どこ行くこれ。アンデッド置いて、こいつの毒しばくもいいけど、どうなんだろう。フェルグのね、毒もあるんでね。いや、ちょっとスピード遅らせるか、これ。アンデッド置いて。ナルダルのコンボも回復持っちゃってるんでね。そこがどうなってるか。
どうかしら。さすがにここシアンは置いてくるんですけど、まあ回復しといて、お、いいね。これでフェルグの毒も回収できそう。で、グノってくんすけど、まあ3分の2か。まあお願いします。あーマジかよ。シアンしくじったわ。いてー、ここのシアンしばきしくじりてえな。さあ相手もアンデッド置いてくるんすか。これ関係ないですね、一旦ね。いや、しかしだな。さあナーツ来て、反転の反転はね効かないんでね。さあここよ。まあこっちですかね。なるほど。さあまだ抑えてるよ、毒系はね。さあこっちは半分いってますね。あれいってるけど、これ発動してる。ディザイア今罠であれか、半分いったんか。じゃあこっからっすね、本番は。まあ、ナルダルの左とかかな。いや、まああんま意味ねえか。どこだこれ。そこ、スキマスイッチ入っていく。スキマスイッチ入ってきましたか。いや、取りづれえな、それ。どうしよう。さあ、こっちへ。いや、ダブコンか。そうじゃのう。もう一アンデッド置いといて。まあ、シアン取れるけど、OK。これでフェルグの3200が回収できるから、まあ、でかいんですけど、ちょっとこっちのスピードとあっちのスピード、どっちが速いか。まだ S ゴマいるからね、2枚ね。村正ともう1枚でしょ。マモンとか使えないですね、これ。一発ダブコン食らってって、次は何、まあ、あれか、イグナツかな。ちょっと火炎がね、させてないんで。おっと、なるほど。そっちの方でダブコンか。いや、しかし特殊いて、しかし毒回復でけえ。毒回復でけえ。ちょさすがにもうめんどくさいんで、シアン取るんですけど、ここの取り方何で取るか。まあさすがに夏だね。で、毒ぶち込んどいて、で、火炎もぶち込んでいく。いや、しかし、これあれだな。東野コンボでワンチャン、サタンとかだといかれるね、これ。コンボ結構あるのいかちいな。てか、今、あれからよかったかな。徳島で反射来ちゃうけど、いや、吸収粘っていく。ただ、東野取ればコンボスキルないかな。毒は回復するんですが。レオノーラ様に勝利を持ち帰ります。うん、ちょっと粘りたいからアベルですかね。まあ、アベルかな。さあ、5500を耐えるかどうか。コンボなし。で、毒はまだアンデッドついてるから、セーフと。まあ、村の差置かれちゃうと、でも届かなさそうっすね。あ、コンボあんのか、石が。こいつ微妙にあるわ。さあ、イグナッツとかね、毒系はもう全部大丈夫なんですけど、ファウストはちょっと怪しいかな、ファウストは。お、耐えましたね。さあ、相手、これ毒使えてねえな、これ多分。この感じ、相手毒使えてないよね。さあ、ベルが来たんですが、ここはさすがにフォーティアの方が強いか。こっちの方が大火炎あるからいい。さあ、火炎で、飛ばしていくと。オッケー。これフェリグの毒回収してなかったら死んでましたね、これ。